こんにちは。今日はサックスの花子ちゃんも一緒に、はい、お邪魔しております、はい、今日はね下関で演奏なので少し早めに、下関入りしまして、はい、カラトに来ております。ちょうど門司港見えます。あれ展望台、展望台っていうかタワー、タワーです、うん、このお船は門司港から渡ってきたのかな。そうだと思います。岩見、うん、島から来るやつもあるから、ね、あっちは海峡館。海峡館です。カラト市場です。私行ったことないので。あ、そうなんですね、うん、じゃあ行ってみましょうか。行ってみようかね。ちょうど空いてるみたいな、うん、はい、では今からカラト市場の方に少しだけ行ってみようと思います、はい、行ってみよう。フグがマスクしてる。買いました。イエーイ。買いました。生マグロと、はい、ブリとサーモン、はい、ました。食べます。うん、あ、美味しそう。今からいただきます。食べました。美味しかった。陸上広場行ってきます。カモンワーフ中華料理屋さんのビアガーデンに近い、行きたいですね。ああ、行きたいね。うん、あそこ、本当はとても美味しいんです。ああ、おすすめ、花ちゃんのおすすめだそうです。花ちゃん、下関の魅力は？はい、下関はいろいろ、本当にいろいろあるんですけども、まあ、カラト市場も、カモンワーフもそうですし、うん、調布の方に足を伸ばしていただければ、また。花ちゃんの地元は調布？はい、調布です。なんかいろんな建造物などもありますので、鉱山とかありますので、遊びに来ていただけたら。またね、花ちゃんとレポートをしようと思います。ね、楽しみ、また。はい。